頑張らないと人生がうまくいくってのはマジなんだけど、本当の意味を知らずに頑張らないことを頑張っちゃったら意味ないんだぜ。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god, お前が神だぜ、 Oh my god。 よっぴーたかぴーよぴかたかぴろチャララン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 チャラ悟りマスター、こんな俺やけども悟りを広げて宇宙の真理を得た男でございますよつってね、チャラいのに真理ど真ん中のお前ごとチャンネル、今日も行ってみよう、 Here we go つって、変顔が決まったところで今日も楽しく進めていこうかなと思うんですけどもね、今日のテーマは頑張らないと人生うまくいくっていうこと、よく耳にしたね、フレーズなんじゃないですかね。これはね、そういったことをちょっと勉強してる人とかは。けどこれって本当の意味知らないと、頑張らないことを頑張ってやっちゃってるから、結局頑張っててうまくいかないやないかってことになるってことね。だから今日の動画を見たお前は最後まで見ちゃうと、本当の頑張らないっていう人生を手にできて、人生がうまくいく、今くん、なんて、なんて、なんて、人生がうまく回り出すよ、Here we go! つって、そんな感じになるんでね、ゼピゼピ最後までチキラッチョしてちょっちゅうことで、早速本題に入っていこうかなと思うんですけども、まずね、頑張らないっていうのは何なのかっつったらね、これ言葉にちょっと注目してみようか。頑張るって言葉の意味なんだけども、カタクナに貼るって書くでしょ、漢字で。ね。こう、カタクナに貼ってる。要するにこれって、ガを貼るっていうことが、ね、語源になってて、頑張るって言葉になってるんだって。これすげえいい。やっぱり言葉の通り。で、ガを貼ってる状態っていうのは、ね、これ、字が、ね、緊張してる状態。ぐーってカタクナになってる。これが私とかね、もうこんなことしたくないとかね、こんなの嫌だ嫌だとかね、うーとかね、こんな風になりたいとかね、これを私は突き通すとかね、こういうもうすごい力が入っちゃってる状態。無駄にね、無理、もう無理しちゃってる状態。それが、ふわって力が抜けた状態。だから頑張ってない状態。ね。我を張ってない状態になると、人生はうまくいくよっていうこと。やばいでしょ？もう神回の予感大でしょ？そう、神回しかもう話さないから俺絶対に。ね。お前に約束するもん、神回しかもう話さないって。ね。あのさ、で、じゃあ具体的にどうしたらいいのかっつったら、これは、毎回毎回同じこと言って申し訳申し訳めんごめんごめんごってことなんだけども、まんまをまんまただ見ればいいだけってことなんですね。湧き起こってくる思考も感情も体の感覚も全て抵抗を手放して、抵抗せずにただただまんまをまんま眺めてあげてれば、自然とそれは緩やかに外に解放されていって、エネルギーがどん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 回る、循環してく。そうすると内側のエネルギーの循環が良くなると、外側の物事の回り具合も出来事もうまく回る。なぜなら内側が外側とつながってるからなんだよ。これ真理だぜ、カモンベイベーってこと。びっくりするでしょ、これやばいでしょ。だから頑張ってる時っていうのは、これはいい、これはダメ、あ、やだやだ、これはいい、これがいい、これがダメ、あ、つってやってるわけ。ね。だから、まんまをまんまただ見るっていうさ、ありのままの自然体の生き方になればいいのよ。ね。だから、ポジティブな思考も、ネガティブな思考も、ポジティブな感情も、ネガティブな感情も、ね。心地いい感覚も、不快な感覚も、どっちも等しくフラットに、すべてを喜んで迎え入れて手放していく。ね。来るもの拒まず、去るもの追わずってこと。それを人はこうじゃないと嫌だとかね、こうしないといけないんだとかね、これはダメなんだ、これがいいんだっていうこう我を作っていくのよ。それは何もね、お前さんを苦しめようとして自我を形成していったんじゃなくて、お前さんを守ろうとして作ってきたんですよね。だからこそ、これをしなくちゃいけないんだとかね、こういう時はこうしないとダメなんだとかね、なんかその、今まで散々我慢してきたからもう我慢したくなくて、こうなんだみたいな、なんか全部頑張ってる状態なんですよ。だから、頑張らないとうまくいくよって聞いちゃうと、なんか、ただ単になんかその、なんていうのかな、頑張ってきたことの逆を頑張ってすればいいって思いがちなんだよね。これやって、フルボッコになった人知ってます。誰か教えてあげようか。はい、僕でーすつってね。頑張らないっていうキーワードを聞いて、頑張り屋だったね。人一倍頑張り屋だったヨッピーは、頑張らないを頑張った結果、仕事何もしなくなって、当時経営してた会社潰しましたつってね。フルボッコーつってね。
笑えるかってね、もう今となっては超笑えるんだけどもね、本当にそういうことになってしまうっていうこと。だから頑張らない生き方っていうのは現れては消えていくね、自分の中に。で、物事もそうですよ。起きてくることに対して、なんていうの？もうすべて起きてくることは正しいんですよ。どんなことが起きても。いいなって思うことも嫌だなって思うこともどっちも起きるんだけども、すべてウェルカム、ウェルカム、ウェルカムっていう感じで迎え入れて、その時に感じる感覚、感情も、もう我慢せずにしっかり味わってあげるの。そうするとまたそれも解放されていくから。ね。で、結局は、過去なんですよ。過去がルーツになってるから、こういったことが起きてほしくない、こういったことだけが起きてほしいみたいなね。絶対に不可能なことをやり出しちゃうんですよね。人生っていうのは陰陽、この世界っていうのは陰陽だから、人生もいいことも嫌だなって思うことも、どっちも等しく現れて消えていきます。ね。掴まなければ速やかにどっちも消えていくから、うまく回っていくの。ね。それが回転がどん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 こうやってくるるって、うわ、すげえ、うまく回ってるってなってくると、いいことも嫌なこともどっちも、なんていうか、そんなにどっちも気にならないとか、うわ、どん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 、ね、で、いいと思ってたことも嫌なことになって、嫌だなって思ってたこともいいことになったりとかするから、もう囚われなくなってくるんですよね。そんなことよりも、今をワクワクする気持ち、ね、感覚から、この腹の底のワクワクから、今を楽しむようになっていくっていうこと。わかった？俺こんなこと喋ってるね、動画で喋ってるとまだ見たことない。すごい。俺ヨッピーだけ。オンリーワン。オンリーワン、バカリスマ？バカリスマ現れるよ、ここに。真理の？チャラいのに真理ど真ん中のバカリスマ現れたよってね、やかましいね、本当にね。だから、本当に頑張らない生き方っていうのは、まんまをまんまただ見るっていうことなんですよ。ね？で、まんまをまんまただ見るっていうのも、頑張っていくってやるんじゃなくて、もう自然と怒ってくるでしょ、あなたの中に思考が。いろんな感情が、体の感覚も、それを抵抗せず何もせずに、ただただ見ていくっていうこと。ね。で、行動っていうのはまた別の話だから、なんか頑張って行動する、頑張って行動しない。なんかその行動と結びつけない方がいいですよ、頑張るって言い方は。顔をね、顔を張ってる。これ自我まみれっていう感じなんですよ。で、これがまた自我っていうのが、お前さんを守ろうとしてやってるから、まあ、立ちが悪いって言い方をしちゃったら立ちが悪いよね。お前さんのためにやってくれてるから。でもそれを緩やかに手放していくと、わーお幸せだったずっと、わーおずっと愛だった、わーおずっと自由だったっていう今に、マンマミーヤの今にお前は立ち戻ってくるぜよっつって、マンママ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 マミーヤーつって、オッケー、マンマのミーヤーつって、マンマミーヤだからね、オッケー、ありのままを生きるってこういうことなんですよ。だから頑張らないとうまくいくっていうのはね、まんまを生きるっていう、実は言葉とイコール繋がった今ね、それだけなんです。だからね、それを俺みたいにさ、じゃあもう働かないでいいやとかね、掃除も何もしないとか言ってね、そんなことしたらやっぱり汚くなっていくだけですからね、部屋はね。で、働かなかったらもちろんお金は入ってこない。でもその状況でまだ生きていける人はいいと思いますよ。休めるんだったら今休んどいた方がいいと思いますよ。で、ヨッピーもそんなこと言いながら会社潰しちゃったんだけど、それがまんま起きたことでもあるんですよ。もう過去を遡っちゃったらね。起きたことは全て正しかったことだから。で、今ね、意気揚々と楽しく自分のね、失敗談を笑いながらこうやってお前にシェアできちゃうっていうのが最高だぜっつって。で、なんちゅうのかな。このヨッピーの話も答えじゃないんですよ。聞いてももうやかましいやつって何もしてやるかっていう時は、もう何にもしないでいいよ。ね。もちろん、つけは責任は自分に回ってくるよ。俺みたいに会社潰してやっぱバイトに出るみたいなね。まあでもバイトして働いたら生活はできるようになったから、別にさ、そんなひどい目に遭わないからね。ねえ、本当にそうなんで。エネルギーなんでね、振り子のようにこう、触れて触れて、ね、ガーンガーンって触れて真ん中に自然と戻って、なんだ余計なことたくさんしてたみたいな、無駄なところにいっぱい力入れてさ、全部ウェルカムってしたらよかったんだっていうことにね、人生の道が繋がってるから、だからヨッピーのこの動画もやり方っていうよりは、あり方で、そこにね、人生、お前の人生の道が、人生そのものが道になってお前を導いてくれてるから、今のお前が好きなようにしたらええよっていうことでね、元も子もないやないかってツッコミが入っちゃうけども、今日の動画を終えていこうと思います。まあまあでもね、これでピンと気づいた人は、まんままんまただ見てけばいいんじゃないっていう話、ね。簡単、シンプル、超楽ティンだよ。楽ティンティンティン、チャラ悟り人生だよ。つって、最後ご紹介いっちゃいましょうか。お前ゴッチャンネル登録&いいねボタンよろしくお願いします。わかんないことがあればコメント欄に質問どしどしお寄せください。今日も待って
全く頑張らない、うまくいってる人生のニャーたちを見せちゃうぞ。噛んじゃっていたい。はい。お布団の中にね、白モヒカン、チョビーがね、にょきって、にょきって出ていますけどもね。あれ？あれ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 ？あれ？あ、出てきちゃった。おでむちきが。おでむちゃん。おでむちゃん出てきちゃったの。なんでなんで。行かないで行かないで。ねえ。ねえ、撮ってるから行かないでね。関係なしにね、チョックンは寝続けますけどね。おでむちゃんも行っちゃうの？ねえ。はい、おでむちゃん。ねえ、おケツだけ最後。はい、おケツだけ皆さんにサービスショット。ねえ、サービスショットじゃないですね。お見苦しかったかもしれないですね。他には誰かいないんですか？あら、ちーちゃんがいるじゃないですか。ちーちゃんが、ちーちゃん、何、ちーちゃんいるじゃん。ねえ、いつも3人で固まって寝てるね、お布団の中で。以上ね、お昼寝3匹でございました。ありがとうございました。